はようございます。今朝は高峰マウンテンパークに来ております。朝9時でこんな状況、下は晴れてたんですけど雲の中ですね。雪が、小雪が舞っております。それでは行ってみたいと思います。7本滑ったところで1時間経過。雪がしっかりとしんしんと降ってまいりました。こりゃ恵みの雪かな。10時半になりまして、休憩した後雪が激しくなっております。こんな感じ、めっちゃ上手い人いっぱいいるんですけど、ちょっと飛ばしすぎてぶつかりそうになってるケースも見受けられるんで注意ですね。結構しっかり降ってきました。これ続けばスキー場全体真っ白になるんじゃないですか。